マルハバン。それではやっていきましょう。ウィークラストーリー編ということで、やっていきますよ。はい。それではですね、まず、ブレイクギャラクシーのビジョンについて話していきたいと思います。はい。現在はね、シーズン93年目トッププレイヤーディビジョン20というところなんですけど、スーパースター X、ここがね、最終ターゲットであります。まあ、もうすぐね、ディビジョン、まあ、スーパースター、いけるところなんですけど、まあ、なかなかちょっと強くなってる。相手チームが強くなってるっていうのが、まあ、現状ですね。はい。まあ、残留で次の年もっていう感じなことが、まあ、数年続いている状態ですね。はい。まあ、そんな中でもね、まあ、応援してくれてる人がいるということで、しっかりね、勝っていきたいと思いますんで、ぜひね、応援してもらいたいなというふうに思います。はい。アソシエーションについては、また試合の時に説明していきたいと思います。はい。それでは、スケジュール確認からですね。第5週目ということで、ローマ戦、リーグ戦をやっていきたいと思います。第5週目の第6節ですね。はい、それでは順位表を確認していきましょう。はい、現在ね、なんと2位です。はい、最初ね、始まった早々はもうちょっとどうなのかなっていう、ね、8位まで、一気に下がった、時もあったんですけど、まあなんとかね、ここまで追い上げることができましたよと。で、対するはですね、現在8位のチームのローマと、やります。まあ、1勝はしてるから、まあ、やっぱり、さすがコンピューターチームとはいえども、まあ、強いのかなっていったところですね。そして、ゴールアシストランキングはこの通りですね。はい、メッシが5点の2位。そして、アシストランキングは2アシストの俊介が3位という結果を残してますよと。はい、それではですね、まあ一時ちょっと 3-2-3-2 のフォーメーション、続いてるんで、ここからねちょっとまた、元のフォーメーションに戻していきたいなというふうに思います。そしてね、そう、これ見てもらったら分かると思うんですけど、これ今から出すやつね、皆さんにちょっと考えてほしいことがあります。はい、今ね、戦術その1、戦術その2、そしてその3があるわけですけど、まあ見てもらったような感じで3と1ん一緒じゃんって感じだと思うんですよね。一緒なんですよ。そうで、この3をねちょっと皆さんに考えてもらいたいなというふうに思います。どういうフォーメーションがいいのかちょっと今迷ってるんですよね。まあこのフォーメーション1の特徴としては 3-2-3-2、これは、まあ若干ね、見た感じだと3バックでんディフェンス薄いじゃんって思いがちなんですけど、思いがちなんですけど、このねミッドフィルダーこの2人がいることによって、まあ言ってしまえば5バックみたいな感じを果たすんですよね。そして、そのうちの1人はディフェンスミッドフィルダーとかを入れることによって、まあもしくは、ディフェンスミッドフィルダーを2枚置くことによってね、もう完全なる5バックになるわけですよ。まあそう考えるとやっぱり、これっていうのは非常に強い、フォーメーションだと、僕の中では自負しております。というのもやっぱり、サイドにね、ボールを生かしていいんですよ。もうとりあえず中、サイドから入れられるってことはほぼほぼないと考えて、もうメッシみたいなもう異常なプレイヤーがコントロールカーブをしてこない限りは 入らないと、うん、まあもしくはロベカルのようなああいう偉人、そうプロでも偉人なのに、プロっていうそういうなんだろう、プロっていう名前だけでも偉人なのに、そのプロの中でもさらなる偉人っていうのが、まあメッシとかロベルト・カルロスとか、まあいろいろな人たちいるわけじゃないですか。まあスピードスターだったり、もうキックの最高峰を行く選手だったり、フィジカルの最強
だったり、まあいろいろいるわけですけど、まあそんなね超人じゃない限りは到底入らないといったところもあるんで、もうサイドからはガンガン攻めらしていいと、ただ中を分厚くする、これがね、このフォーメーションの肝っ玉であり、そしてね、そこから攻撃にカウンターを食らわすっていうのも非常に優れてるフォーメーションだと、僕の中では思ってます。これっていうのはもう僕がですね、そうですね、学生時代の時からこのフォーメーション最強だなっていうふうに思った一つの、フォーメーションですね、これはもう最強だけど、こういうフォーメーションはなかなか見ない、まあいないというか、まあ中にはいるんだけどね、まああんまり少ないよね。もう今のベースってこんな感じじゃん、4-3-3とか4-2-1-3とかだけど、まあこれもそうなんだけど、もうオフェンスが5枚いるようなもんなんだよね、言ってしまえば。だけどこれっていうのはなかなかね、こう攻撃はぐんとしてるんだけど、枚数が多すぎてっていうのもあってなのかちょっとわかんないけど、まあ2列目からの飛び出し、3列目っていうのがちょっとなんかね、なかなかないというか、まあちょっと詰まった感じになってしまうんだよね、どうしても攻撃が。そう、中に3人いたりとかするから、そうだからどうしてもこう、スペースが見つからなかったりとか、なんか微妙な時があるんだよね。ただまあ本当に攻撃的フォーメーションではあるんで、これも非常に、強いフォーメーションだと僕の中では自負してますね。まあやっぱり、4-3-3 とかがやっぱり多いよね、普通だと。けど、4-1-2-3という、まあこの位置がね非常に大事な、位置になります。ここがねもうやっぱり本当に、大事な、ポジションとなるところなんで、まあやっぱりね、まあそうだな、入れるとすれば誰だろうな、まあモドリッチとかもいいんだけど、どちらかといえば、まあモドリッチ、まあモドリッチとかピルロとかさ、だけどまああえてキャンベルのようなすごいこうディフェンス意識の高い選手で、それにねプラスアルファでロングフィードとか、まあロングフィードだね、ロングフィードが上手い選手っていうのが結構重宝されるのかなっていったところで、まあ非常にここはその大事なキーマンと、なり得るところだと、僕は思ってます。もうそこがね、ここがもう潰れてしまうと、もうちょっと機能しなくなっちゃうんだよね。というのもなんでかっていうと、もうバイタルエリアがもう飽き飽きなんだよ。でここが機能しないっていうことはどういうことになるかっていうと、つまりはこのフェリックスっていうか、まあこの AMF 陣がここまで戻ってこないといけないと。そうなってくるとこの人たちの体力がねもういくらあっても足りないよっていう感じなんだよね。だからまあここはやっぱりね体力の減りが早い、どうしてもやっぱりディフェンスどっちか戻ったりとかするんでね、まあちょっとねこれはね相当 AMF に負担がかかってるなっていうのはちょっと感じてるところではあるんですけどね。はい、ただ、まあこのセンターミッドフィルダー、ここのね、動きが豊富であれば豊富であるほどこの人たちは楽になるんで、もうねこのファイ、この5人はねもうずっと前線で待ってればいいっていう。でロングフィードでポーンと一発ね、前に出しとけば当たるという、そういうもうすごい、ここがもうほんとここにかかってるっていう、そういったフォーメーションなんだよね。さあ次にですね、まあこの3番、これをね、皆さんに決めてもらいたいなと。まあ今一応ね 3-2-3-2 っていうか、まあ、前ちょっと決めてたんだけど、一応ちょっとなんか皆さんのなんかおすすめフォーメーションみたいのがあったらね教えてもらいたいなというふうに思うんですよね。ただ5バックとかちょっと偏りすぎる枚数になってしまうと、多分ね今のメンバーじゃ構成できないようなフォーメーションになりかねないかなと思うんで、まあでも5バック、そうね、ないなんかやっぱちょっとこうひねったフォーメーションも
ありなのかなと思いますんで、なんかこうひねったフォーメーションが欲しいです。ひねったフォーメーションとはっていうところなんですけど、まあ、ちょっと変則的なフォーメーションというか、ん？なんだこのフォーメーションみたいな、こうちょっとね、そんな感じのフォーメーションを皆さんにちょっと考えてもらいたいなというふうに思います。なのでもしねそういう提案があれば、YouTube のコメント欄で受け付けてますんで、どしどしね、そういう情報ください。このフォーメーションだったらここがこれがいいですよっていう、このフォーメーションはここが最強ですっていう、まあできればですねそこのそのフォーメーションにはなんでそのフォーメーションをしてくれたのかとか、まあそのフォーメーションのストロングポイント、ウィークポイントっていったところもできればね、教えていただけるとね、嬉しいのかなというふうに思います。まあ変則であればあるほどねちょっと理解不可能なところも、ありけりなんで、よりねそういったウィークポイントとかストロングポイントっていうのを教えてもらえれば非常に助かるなと思ってますっていったところで、フォーメーション変えてなかったかな、ロードしなかったといったところで、試合ね、やっていきたいと思います。だいぶちょっと長くなったんですけど、まあいつもはこのフォーメーションでやってるんで、さあ、メンバーをね、どうするかですよね。うん、さあさあさあ、バラン、ジャギエルか、ロブレンだな。で、ケイタ、ケイタでいいか。で、シュンスケ、ディマリアじゃなくてもいいな。バルデでもいいな。バルデ。あ、でもそっか、メッシか、ロナウド。ルベン・ディアスも入れてかないとまずいね。最強だよねこれ、このメンバーは。メッシは後半から入れていこうかなっていう感じがするんだけど、まあケーノとかもね入れていっていいんだけど、ちょっとねデマーとかもいるしなーっていうのもあって入れがたいんだよね。まあボアテンブとかは入れていいだろうけど、あとは誰、ケーノ最近全然使えてない、やばいな。まあいいや、てかもうこれモチベーションねいくらあっても足りないんで、もうこのままやります。もう多分ローマ大丈夫でしょ。714、まあ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 だねっていう、大丈夫でしょ。いやフェリックスが落ちてきたね、だいぶ。全然いないじゃん。キッカーがいない。マジ。マジか。マジか。どうしよう。まあメッシ入れて、うん、それでもいいな。
ネッシー入れてデマ。うん。で、ボアテング。ちょっといつもと違う感じ。うん。これでいきましょう。ちょっとね、だいぶ不調選手を、投入することになるんだけど、これはあえてこれを狙ってるんでね。まあ、Kのも入れていきたかったんだけど、K の使え、でも使える時って言ったらこの時ぐらいしかないと思うんだよな。そうね、今この試合ぐらいしかないよね、 K も入れれる試合って。よし、これでやろう。さあ、あ、でもそうなるとそっか、そうなるとまたキッカー変えないといけないのか。あ、いや、これはちょっとどうなんだろうね。これはキッカーの、ショートロングかな。これはひどいな。これだいぶ落ちるんじゃない、チームワークとかも。で、ロナウドを入れていきたいんだよね。で、レマンは入れれない。ああ、なるほど。バルデとレマン入れ替えた方がいいな。レマン AMF にできるか。で、シュンスケは、こんな感じでいいんじゃないかな。816。これは、714。大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。まあ、メッシのね、活躍に期待したいなと思います。まあ、メッシが見せてくれるから。大丈夫、大丈夫。ちょっと不安。不安になってきた。いやー、どうなんだろうね。これは。ポゼッション、ポゼッションというよりはカウンターだよね。でも2段目がないんだよね。やばい、やばいぞ。 OK、 危ない。ガラ空きなんだよね、バイタルが。ここでガバッと、やばい。よし。いや、全然つながらないね。ショートのがいいか。うおははは。これはイエローもんじゃん。ボアテング。危ないプレーするね。頼むぞ。カウンター、よし、いけ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 、 K のいけ、 OK、 いけ、よっしゃ、
ケノ、惜しい、メッシ、ルベン・カストロ、うわやっぱ厳しいか、この2人を出すのは。ルベン・カストロとケーノを出すのは厳しいよね。この2人を同時に出すのは。そしてボアテングも入ってるっていう。やばい。まあある意味初めてのプレイヤーたちだもんね、これ。噛み合わない部分がある。うわー、何してる。うわー、マジか、マジか、すわー、やばい、やられた。嘘でしょ。これがいけないのか。 OK、 来た、イエス、いいね。何今の、どうなった。なんか1本だったよね今ボール。誰からのパス、めちゃくちゃうまいじゃんこれ。バラン1本で。おー、見てなかった、一番大事なところ。誰からのアシストだったんだ。いやー、いいねカストロ。いやー、後半早々そうやって決めるのは素晴らしいね。Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Petro. Oh, that's nice. やばい。ボアテング体力なさすぎでしょ。わあ、ボアテング、おお、ファールすんな。オーケー、ナイスキーパー、いいね。よっしゃ、いけ。メッシーからのボアテング、いけいけ。ボアテング体力なさすぎ。来た、メッシー、コントロールカーブ。うお、来たマーベラスゴーということで決めてきました。マーベラスゴー、素晴らしい。いや、やっぱこのダブルタッチえぐいな。そしてこのコンカえぐいな、強すぎでしょ。うわ、素晴らしい。これはもう最強だな。ボアテングがもう変えないといけないね、後半早々。ってことは AMF が2人変えないといけないってことか。ケイタとかはある、ロブレンなんかね。おー、ロブレン、ロブレンかな。さっきのパスはロブレンなのか。 OK、 ケイノ、ナイス。うわー、なんだ今の。よっしゃ、来た、ルベン・カストロ。うわー、よし、来た、ケイノ、ケイノ、ケイノ。うお、うまい、ケイノ。ボースジュール。うわー、ボースジュール。よっしゃ。ボアテングがちょっと体力なさすぎ。ここはもう、イリチッチか。まあ、レマーでもいいな。レマー、AMF だし。で、まあ、K の。
ロナウド、K のフェリックス、K のイリチッチって感じかな。スペラッツオーラ。よしよし。ボーテング、おっしゃ、いいよ。いや、ボーテング。体力がない。おお、いいね。ボーテングいいよ。フィジカルが強い。さあ、セルジュ・ロベルト。ボーテング。来たよ。メッシ。おお。来た。ケイタ。うおー、なんだ今のパス。なんだ今のケイタのパス。いやー、あれはダメだっしょん。ダメだっしょんって。ケイノだなー、ロナウド。ロナウド投入。そしてフェリックスかルベン・カストロかメッシ。ここはね、モラタ・イリチッチ、モラタ・イリチッチ、モラタかな。でもイリチッチもいいよね。でも最近モラタ入れれてない気がするんだよね。ちょっとモラタ入れていこう。で、フェリックスにはちょっと頑張ってもらいます。で、レマーか。レマーがキッカーになるか。よし。来たよ、ロナウドが。フィジカルモンスターが。これはもうね、面白いよね。いやー、面白い、本当に。OK、OK、いいよ、フェリックス。いいんだよ、いいんだよ。やらしといて。いやー、やこのフォーメーションはね、きつい部分があるんだよね。逆サイド、そうだ、いけいけいけ。ロナウド、ロナウド、あれ、ロナウドどうした？取られてんじゃん、普通に。やっぱね、バイタルが空くっていうか、まあバランスがボランチの付近で取れないんだよね、これだったら。Peter, they have to fight the onset of desperation and keep enough cool heads to still deliver. よっしゃ、いけ。うお、来た。うまい。なんだ今のメッシのパス。えぐ。そしてフェリックスのあのパスもエグかったな。メッシへの早すぎだよ。こんなパスがつながるんだ。メッシのパス早っ。ちょんで触ったもんね。ちょんでこれ、うわすごいね。モラタを引き立てる、飛躍するな。これはうまい選手の中でのプレーはその選手を引き立てるからね。周りの選手たちもシャラウィ。やばいやばい。いけいけ。うわー、微妙だったなこの試合は。
1点入れられたっていうのがね、なんかって感じだよね。ボール支配率も良くなかったし、そんな決めれなかったな。まあやっぱり、はい、ゴールアシストランキングはこんな感じですね。メッシーえぐいね、6点1位ということで、はい。そしてアシストランキングも2アシストのメッシが3位、そして俊介、いやーやばいな。まあ、順位表はこんな感じかな。まあまだまだ始まったばかりという感じなんで、なんとも言えない状況は続きますね。さあリザルツ、ジャギエルか、オッケー。これでロナウドがトレーニングできますね。ただロナウドがトレーニングできるといっても24歳以下とかに設定してしまうと限られてしまうんだよね。翌年どうなるかっていう感じなんだよ。こうね、これはなんだ、テクニック、はい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 、あーセベッセンでもいいな。右足のフォワード、ウイングといったバルでもいるしね、ケーノもいるし、まあ特製セット、特製もね2枚あるからね、それでもいいんだけど、ちょっとこっちでいこうかな。やば、アビリティブーストやば、99、すごっ、アビリティブーストやばすぎでしょ。最強トレーナーじゃん。初めて使ったんじゃない、アビリティブースト99のトレーナーなんて。さあラファエル・トロイ、ラファエル・バランって、なんかさ、ラファエル・バランとトロイってかぶりすぎでしょ。ラファエル・ラファエルで、はい、ということでね、まあ今回、1試合やりましたけど、まあなんとかね、勝ち収めることができて、次回ね、第6週目、第7節、リーグ1試合やっていきたいと思うんで、次回の動画もね、楽しみに待っておいてください。それでは、バイバイ。